ということで、やりまーす。はい、昨日の続き、やっていこうかなっていうふうに思ってます。じゃあ、昨日の続きいきまーす。音とかの、確認、はいいでしょうかね。じゃあ、いきますよー。よいしょ。どうかよ。はい、今日もね、アンチャーテッド、やっていきます。どうですか？声とかは全然聞こえてますか？そうですかね。はい、これはユーキングか。おはようございます。はい、ジョビさん、こんばんは。ジョビさん、どうも。さあ、前回の続きで命ごはざいます。狙われるし、地図は燃える飛行機の中、おまけにエレナはおそらく死んだ。最高だ。いいスタートだ。エレナ死んだんだ。おそらく死んだ。あ、なんか光った。さあ、今日もね、続きやっていきましょうね。はい、銀の像、取りましたね。さあさあ、あ、これ大丈夫。よかったよかった。じゃあ、映像も大丈夫かな？どうなんだろう。まあまあ、とりあえず、進めていきまーす。なんかね、違和感とか等ありましたら教えてくださいね。これね、多分こんな感じなんだよね。はい、簡単だね。はい。あ、昨日と変わらず。あ、じゃあいいね。意外と綺麗に映ってたもんね、昨日の時点でもね。よいしょ。さ、黄金を、エルドラドの黄金を探しに行って、今現在に、至るって感じかな。はい、豊岡さんもこんばんは。ちょっと待てよ。これどうしたらいいんだ？上上がるのか？上上がるのかな？ここか。ここか。やった。 あ、ここね。はいはいはい。で、ここ上がって、上がって、はい、ここも上がって。まあ、簡単と行きましょう。この辺はね、多分ね、謎解き要素が強いとこかな。あ、ここも違うね。どうしたらいいんだ、これは。こっちに来て、上がるんかな、ここは。よかったね。昨日ね。よいしょー。よいしょーい。刺さったと。よっしゃ、やるか。おお、敵が来た。おお、狙われてますね。狙われてますね。狙われてますね。おお、で、上ね。よいしょ。ただいまアンチャーテッドやってますよ。昨日の続きです。これで、ね、最新作が5月の10日に発売するということで。おお、びっくりしたー。アホー。 びっくりしたー。手榴弾取りましたよ。ああ、撃たれてる、撃たれてる、すぐいる、すぐそこにいる。よいしょ、よいしょ。なんか影行くとちょっと暗い？そんなことない？よいしょ。敵に追われてますね。これ多分こうだな。
ねえ。おお、バレてるね、バレてるね。よいしょ。マシンがいるね。マシンガーがいるね。やべ、外れた。やったぞ。モンハンじゃないです。アンチャーテッドっていう、まあ、トゥームレーダーみたいなもんです。インディ・ジョーンズとかね、そっち系の、アドベンチャーというか、ね、遺跡回って、墓荒らしするみたいな感じですね。はい。はい、黄金取りましょうみたいな、よくあるじゃないですか、ハムナプトラとかもそうだし、ナショナルトレジャーだっけ、ニコラス・ケイジさんのね、ああいう系ですね。もう、ちょっと、あ、武器これしかないんだけど、よし、肉弾戦や、走れ。これだけ人数少なかったらいける。肉弾戦や。おともしどこや。まぬけ。まだいいな、まだもう一匹いんな。どこにいんな。ほら。ちょっと止めろ。上？本当に怒ってないと。上だな。逃がさんぞ、ブレイ。よし、撃ち殺せ。降りてきたー、そこそこ、よし、マシンガン取ったー、キーク、あ、よかった、不死身だよね。隠れろ。なんとこ、ここちょっとやばい、ちょっとやばい。よし、お前は終わりだ。ちょっとやばい、忘れすぎた。見つけたぞ。ああ、弾がないよ、6発しかないよ、外してよ。やべ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 、これはやばい、ちょっと隠れよう、よいしょ、隠れまーす、これはやばい、やばすぎやん、もうやべだよ、死んだよ。ちょっと遊びすぎたかな。どこかにショットガン落ちてたな、さっき。落ちてるか。よいしょ、よう、肉弾戦してるときによう撃ってくるな。味方に当たる可能性が高いのに。ようは当ててくるね。あ、ショットガン。あ、どうした？うわ、ショットガン使おうと思ったのに。お腹光ってる。あ、弾か。さ、あ、プリンス・オブ・ペルシャみたいな、あ、ゲームといったら近いかもしれない。うん。ドハミのね。確かに、それは近い。それのなんか現代版みたいな。で、ちょっと広い感じ。おぉ、違うよね。あれ、これウィークっぽいくない？そんなことないかな。どこ行くんだ。どこ行けばいいんだ。いや、上っぽいな、上っぽいな、これ。あ、わかった。これか。これで上がって、
ジャンプして、ジャンプして、これでどうだ。はい、オッケー。なんか落ちてる。あ、黄金の指輪コレクター入門で、ここ、お、鬼武者またちょっと違う鬼武者はちょっと違うね。よいしょよいしょ、オッケー。集団いっぱい取ったよ。ここからの、えい、ちょっと待って、バグったよ。ちょっと待って、バグったよ。ちょっと待って、バグったって。ちょっと待って、何今の、もう、何悟ったなんか誘ったやん、今。もう何、悟り開いた今。びっくりした。何今の、何悟り開いたの。びっくりした。何だったの今の。何よあのちっちゃいバグ。無駄に一回死んだよ、もう。いいよ。ショットガンとか持ってる。やべ、ショットガンですよ。あーやべ、全然当たんねえ。あーやばい、ちょっと一回死のうかよこれ。ダメだね、死なない方向でいこう。あー死んだもうちょっと落ち着いて、ちょっとちゃんとやろうちょっと、もうこれ怖いよ、もうもう悟り開くんじゃねえか、怖いよ、ここちょっと終わらせたい。びっくりした今、もうよしよしよし、もうここに来るかよ。ね、ちょっと黙っちゃうよな、頭でやっていかないとさ、これだけ人数多いからってこと。そうだな、よいしょ。ああ、いたい。玉欲しい。あ、ここ、こっちにいた。オッケー。これ使えるな。やばいな。よし。おー。さ、いい感じに来たよ。おー、いい感じだ。よいしょ。すげえ肉弾戦略。さあ、ここを倒したから次はここ上がるのかな。よいしょ。こっちだよね。こっちじゃないね。
ちょっと寄っていこう。また宝物系かな。模様付きシルバーの指輪。落ちて。よしよしよし。よしよしよし。で、ここをジャンプして。はい、ジャンプして。ジャンプして。ここを降りて。よしよし。さあ、ゆっくり行きましょう。見えないところとかな、マジでやっぱ。おわー、見つかったー。おーおー、間違えた、間違えた、そこじゃない、そこに隠れても。ちょっと待ってよ。やっと倒せ。ここに入ってる。ここ倒しといて。音的にもう一人いるか、一人だけっぽいな。うそー。あ、もう一人いた。もう二人いた。お、肉弾戦。あぶねー。これいけるでしょうか。あぶねー、あぶねー。さあ、弾回収しましょう。 OK、 大丈夫だね。さあ、進みましょう。面白い。なんか面白かったの。あ、なるほど、煙が出てるよってことね。これ落ちたらダメなやつだよね、多分ね。こんな描写いる。あ、なるほどね、こっちだってことね。周り見ないで飛びすぎたね。さあ、ここからサスケが始まりますよ。はい。おーおーおお、まだ行くよ。どこに飛ぶの。これはもう、あ、こういう感じか。で、こういって、ここからジャンプ。めっちゃ撃たれてる。上にもいんのかい。そう。すげえ落ちてた。いや、これはめんどくさいね。これ下降りる感じ。違うよね、多分ね。これね。落ちるよね。落ちるね。落ちるよな。と考えたら距離無理だもんな。こっちか。下にあるやつってことか。いや、違うな。取りまーす。取りまーす。おぉ、はい、落ちたはい、落ちたはい、でも答えがちょっと分かりました。こっちでしたね。はい、サスケやね、こっちもね。はい、ここでもサスケでしたね。よいしょ。間違えた。普通に今間違えた。普通に間違えちゃったよ。しかもこっからが。普通に間違えた。わ、落ちる落ちる。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。アイリーナムさん、こんばんは。よいしょ。ここをね、トーンと。はい。こうしたかったの。
また敵来るとかないよね。まあね。お。これ降りろってことなのか。この視点を。降りろってことなのか。お、降りろってことでしたか。落ちたよ。なるほど。ここでジャンプ。やりすぎたやりすぎたこれ別にジャンプしなくてもいいんじゃないこれ。右に行ったら普通にどことか歩いてくれ。ほら。お、危ねえ。危ねえ。地獄だな。これさ、もしかしてこうじゃない？じゃあ、ドカーン。おお、間違えた！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 これなんてゲームですかって、どれだけ綺麗に滝に落ちれるかゲームですよ。どれだけ自然に落ちれるかっていうねゲームですよ。もうこれで渡るんでしょ。はいはい。で悪いね。難しいっていう、難しくはない、このゲーム関しては。簡単な方、間違えた。もうねー、難しくはない方よ、ゲームとしては簡単な方。頑張ってりゃどうにかなるゲーム。難しいゲームだとね、頑張ってでもどうにかなんないからね。やっと陸、やっと陸、弾もある。さあ、綺麗な赤い花がありますよ。まあそれだけなんですけどね。赤い花。これもコレクターだな。金の器、変な顔。さあ、ここは、多分ジャンプだね。綺麗にジャンプして上に上がる感じだよね。ジャーンプ！おーおーおー。なんかこれを見ていたね。なんか小学校の時の木登りみたいなさ、なんか思い出さない。なんか、思い出さないね。はい。で、ジャンプ。てか、絶対助け優勝できるよ、この人。うわ、マジか。自分のね、飛行機ですね。乗って、自分たちが先乗ってる飛行機です。あ、ここでもまた銃撃戦か。よく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 よ。どんどん来るね。ここ敵いっぱいいるね。ここいっぱいいるね。あれ、いなかった。あれ、はい、そう、あ、
ツイキャスってここでゲームできりゃいいよね。なんかツイキャスでいつもはその YouTube とかでやってましたけど、ここまで綺麗かわかんないけど、どう酔ったりとかしない？よいしょー、ね、こういうゲームって意外と酔うとかいう人もいるからさ。これは大変だ。これは大変だ。これ登れるのかな、登っとこう。なんかあるのかしら。ムービー、いや、ゲーム全然やりますよ。まだやります。地図ね、ミッキー宝の地図だ。エレナが、ちょっと、さ、仲間を助けに行きましょう。でパンパン行って。待て、ちょっと待って、どこから撃たれてんの？どこから撃たれてんの？どこ？あ、そっち。着いた。うわ、見えない。行きましょう。めっちゃコイン回ってた。よいしょー、そこ行った敵いたー、そこになったんかーい。見つけたぞ。どこに、どこで酔えた今。あ、あのね、カットガンはね、ちょっと飛ばしとこう。あれどこ行った？あっ、撃ち殺せ。あ、ねえ、早かった。よせ。お前は終わりだ。よいしょー、食べ流れ、すげえ流れ。やったぜ。よいしょー、敵多くない？すげえ。お見事。さあ、ということで、続いての場所に行かないといけないよね。こっちね。はいはい。見つけたぞ。出てこいな、おい。本当に。やべ、やりすぎた。行きすぎた、行きすぎ、絶対行きすぎた、これ。行きすぎた。これ行き過ぎた、うん、これは行き過ぎた。これは行き過ぎた。今のは行き過ぎた。貪欲になりすぎた。貪欲になりすぎたよ。シャープシューター、よーい、いいテンポだよ。ショットガン使いにくいの。だ、ショットガンいらねえっつうの。便利かもな。あれ、ショットガンになってる。弾が欲しい。僕は弾が欲しいんです。まあいいや、行きましょう。奴がいたぞ。うわー、おお。よく見て歩かなきゃな。人よく見て歩かないとね、危ないよね。待ってろよエレナ。もしかしてこっから、よいしょ、うん、怖いやつだねこれね。また怖いやつのパターンだねこれね。よいしょ、おお、
行こう。もうマジか。かなり高いとこにいますよ。違うな、これ降りるやつだな。降りて、上がって。わあ、バレてるー、バレてるーで、なんかすげえの売ってるやついる、一人。オッケー、すげえの売ってるやついるぞ、あいつか。あれはいつだ、見てないすぐ。よし、しっかり手に行ったぞ。これに当たったのか、今の。これ決めたっけ。もう出たね。できない、絶対見つかる。うん、そういうゲームです、絶対見つかります。おお、間違えた。びっくりした。びっくりした、普通にびっくりした。今すごい、いい武器取ったぞ、取ったぞ。おい、ほら、気持ちいい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 けど終わっちゃった。いや、気持ちよかったな、さっきの武器。常に欲しいな、あれ。止まねえんだよ、止まねえんだよ。もうエイムが、こんなダメなことだったっけ。もうこれだけのか、まあ、そこにいたんだよ、いいのか。もうこれ、止ま、止ま、止ま、細かいし、細かいし、玉くれ玉。俺使えるな。ちょっと前、恨みって。よし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 、いい感じだね。で、これは罠だから引っかかんないようにしないとね。この罠っぽいな。よいしょ。いや、足元に気をつけない。いや、本当に気をつけないといかんよ。ドカーンって言ったのは気持ちいいとかあるんですか。別にないです。ただその場所に敵が集まってたから撃っただけです。嘘だ、冗談だろ。報酬解除。さあ、ここからはおのぼりさんですね。ここでここだ。うわ、これジャンプのやつやん。絶対失敗したら終わりそう。よいしょ。上を見て下は見る。ちょっと危ねえ。ねえ、うわあ。よいしょ。先が飛んでったね。で、こっからのジャンプ。よいしょ。神様サンキュー。はい、神様サンキュー。できそう。なかった。
かねー。あれ、こっちじゃない。あ、こっちか。まだあんのか。嘘だろ、マジかよ。なんだよ、ついさっきここにいたのに。よいしょ。ウィーウィー、間違えたい。間違えたい。間違えちてい。よいしょ。で、こっからのジャンプ。もうちょいいるってことだよね、多分ね、これね。じゃあ、やべやべ。危ない危ない。降りるのか。降りるのか。ジャンプ。で、これが。よいしょ。これやばいやつだね、これやばいやつだね。よしよしよし。あの窓をぶち破るか。ぶち破る。よし、切れない、大丈夫だ。へぇって言ったのか。ウルトラマンみたいだな。お、サブマシンガン。これは嬉しい。大事にしよう。おい、やったとこだ。どこだ。いやいや、ごめんよ、今間違えたんだよ。あー、見つけるの早いんだよ、みんな。もう、動物に感覚が鋭すぎるよ、みんな。みんな一流だよ、これ。追い詰めたぞ。追い詰められたのか、俺。追い詰められたのか、俺は。やばい、追い詰められた。ちょっとお前はちょっと殴っとく。お前は殴っとく。さあ、もう一回ここで隠れましょう。ここにいる。こいつの人だよね、みんなね。ちょっと待って、めっちゃいるやん、こっち。上がってこなきゃよかった。おお。あ、これマシンガンの方。ま、いや、先生、こっちの方がいい。さあさあさあ。ここ。やつがいたぞ。やつはどうだ。もうやつがいたぞ。もういいよ。全然違うやん、こっち。こいつら冗談だろ。ねえ、こいつらもううんざりなんだよ。全然うんざりだわ。なんか、ダメや、花火だな、おい。狙ったわけじゃないけど。いやここってさっきのこれ。なるほど、開いたもんね。もういいよいいよ、もう相手するから。今のは一定数。すごいユニークにどんどん打ってやるからいいな。おっと、ちょっと待って。じゃねえ、花火だな。よし、花火。いや、早くやけ。ショットガンいらないよ。ショットガンとかいらないよ。うわ、拳銃しかねえ。こっちから行ってんのかな。
なんかな。ちょっと、おるんかい。おるんかい。画面が色変わるの、あの死にかけたら色が変わってきます。はい、体力が減っていくと、あ、画面が変わってきます。あの灰色になってきますね。あと多分ツイキャスだと画面が暗くなったりとかしたらちょっと色合い的に灰色っぽくはなりそうだけど。あれ、こっちいいのか。こっちのとこぐるっと回っていい、いいのかな。あ、こっちね。怖くはないけどね。なんかね、最近こうそういうゲーム増えてきてとかはね、別に怖いというものはないですね。こんなスキップしてるおっさんの方が怖いけどな。微妙によって。アンドゥートワーみたいなさ。アンドゥートワーみたいな。なんか怖いけどな。そういうおっさんの方が怖いな。こっちね。多分こっちだわ。指長いとこはどこだ。綺麗なお花畑。よし。行った。いなかったか。ラッキーか、アンラッキーかだな。これ登った方がいいかな。これは別に登らなくても落ちるよ。なかったこれ、そっか。行かなきゃいけないのか。よいしょ。ほーい。エレナ、あいつ何やってんだ。わからんか。ハロ。部下ピーター。いや、パイーニ、イチャラセカラン。あ、くそ。シアランロ、チェバタン、部下ピーター。あ、やつだ。ははは、あいつだ。あいつだ。あいつの水しめ。やべ。こっち頭弱いんだよな。便利かもない。蜂の巣にされる。蜂の巣にされるよ。やべえぜ。なんかでよ。敵が見つかってないよ。じゃねえ、花火やな。おお。ここどこにいる？やっべえぜ。逃げろ！死ぬんだよな、こっちからな。よっ、おいー、大丈夫か。もういなくなったかな。いや、下にいるんかい。しかもちょっとおでんみたい。こっから行きましょうか。じゃあ行きましょう。さあ、ここからですね。意外とここ登れたりとかしないね。はい、無理でした。ここどこですか。僕が思ってたこと違ったよ。うわ、うまい。当たったね。狙われてるね。すごい狙われてるね。
撃たれるんかい。バカ野郎、今のは言ってぞ。こいつ見えてる。ここからどうするの。残してる。シューティングだ。拳銃。拳銃。お宝。黄金のスプーン。これだけで結構お金稼いでそうなんだけどね。え、もしかしたらこれぶっ壊す。おお、ぶっ壊した。よせ。ここは上がるのね。ちょっと暗いと見づらいかな。そんなことないかな。腕のいい配管工を呼ぶか。このクソ野郎、どこに隠れてた。そう、こっちにいるぞ。こいつ通しなかった。おい、たま一個もねえじゃん。ちょっと待って、たまを一個持ってねえよ。もうたまって、ちょっと待って。オートマスターとかいいから弾くれたな。 BGM かっこいいかい。なんか曲もね、でもね、力入れてるよね。なんかやってる方をなんかテンション上げさせるというかな。ゼロとか幽霊に通るの。あ、大丈夫、これ幽霊とか出ないから。怖いのは人間だから、ほとんど重機だから、一番怖いのは。あと、その人間の汚さとかが、だからね。そう。人間のね、汚いとこが一番怖いんですよ。でしょ。そんな気なんだよな。15の整備しないと。で攻撃したいのに、敵が急に走ってきて殴りかかってくるっていう、ね、どういうこの人の勝利なのかないんだろうな。取れた。ここからこの上上がりゃいいの。あのとこあんのかな。あそこは。あ、そういうことか。さっき上がったように上がっ、上がって、上がって、間違えた、間違えた。よいしょ。ん？これってグロいですか？全然グロくないよ。これが全てだよ。この時点でグロいって言うんだったら、グロいかもしれない。でもそこまで激しいのはないね、ここは。ここ上がれるかな。上がれたね。ここ上がれない。よいしょ。はい。では、2回目はそれですね。連打連打、三角連打。なんだ、水増えましたね。めっちゃ溜まってきてるね。ジャンプ。でここを上がる感じかな。上がれないね。あ、なるほど、そっちか。次そっちか。そういうことか。グロいっていうか、本当映画とかだったらこんなもんだよねっていう感じかな。うん、グロいっていうより
こういう映画だとね、普通にその歴史の経った死体とかが出てくるもんだからさ、昔こういう人がなったら偉人だみたいな感じだね。ここで登れる感じか。よしよしよし。砦脱出。脱出。どうしたエレナ？どこにいる？今日行けない。まだ仕方ない。待っとこ。うん、ちょっと待てよ。うん。あの塔が何か重要なのか。またあいつらか。もう、なんか戦うべきだ。びっくりなぞ敵したいよね。そうそうそう。当たんねえ。待って、ダメだ。いや。それであと、それであの金はパンチ。で、上のいるのかな。どこまで行けるか。どこまで行けるかしら。やばい、いっぱいいた。いっぱいいた。ちょっと待って、休めないの。もういきなりかい。そういうのがね、非常にむずいんだよね。うっきーだもんな。あ、取れた。すげえ万歳して死んでたな。だからさ、もっと急に撃たないで。こんなもんか、こんなもんか。上がってきて、またいるんだろう。そうそうそう。出てきたぞ。はげ。出たぞ。よしよしよし。これがヒントだったよね。なんかあんのかしら。この通り。このゲームのいいとこってね、迷ったらね。おっと、これはなんだ。これなんだ。来ましたね。誰見てんの今。今この橋に誰が見てんの。っていう風に言うと、一段減るんだよね。同じ印だ。この塔と何の関係がある。なるほどね。開けないよね、まだね。お、これ登る系じゃないのか。登る系じゃない？それの、え、違うか。あ、こっちの方が低いな。ここ上がって、ジャンプ、あ、
ジャンプして、ジャンプして、ああ結構いるね。ほっ、飛びた。ウェイ、おう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 、危ないよ。うわ、合わせない方が面白かったかな。寄せてしまったな。やだ、何でさっき上がれた。これはちょっと難しいですよ。これはちょっとこのカメラの強制感がねきついね。これコントローラーの向きがどっち向き、届かないね。なんでだ、どうでしょう。いっそ、ああ飛ぶ、ね、でここで降りるね。嘘だろ、ダーン。ここからまた上がるところってどこ、はい、ジャンプ、ここから大きいのジャンプして、ジャンプして、ジャンプして、見つけた。こういう骸骨ぐらいじゃない。よくあるな。でここで降りるのか。あ、中央ってね。ね、骸骨さんありがとう。リーダーの。さっきどこに戻る。ちゃんと受け身取れるのがすごいね。いいよ。あれ？よし。なんかあるのかしら。火ついてると。どこだエレナ。あ、なんかめっちゃ武器をしてるよ。これだけ敵来るよってことでしょ、これ。もうだって隠れるとこいっぱいあるじゃん、これこれ。もう隠れるとこいっぱいじゃん、これ。やっほら、こっからね、めっちゃ続くぞ。これちょっときついね。この準備だって一発でいったんだよ。
分からん。どうどう、武器回収、武器いっぱい取りましょう。今のうち取りましょう。でもよくよく見たらこういう樽があるんだったら撃っちゃよかったな。今更だけど。さあ、開いてないのね。これ上行かないといけないかな。いけないね。上げろ上げろ上げろ、上に行こう。だってさっきの鍵開けて入ってきたのに、敵は仕方ねえな。敵はもう中入ってきてるんだろうな。じゃない。じゃあさっきの敵はあのさっきの骸骨のところに鍵投げたってことなのか、それとも無理やり開けたってことなのか。待って、お前何や。自分弱いのは自分の場所まで見つけてくれっていうもんだよね。あれ敵系だぞ。あれ敵いなくなったよ。いたよね、ここにね。あれどこ行った。あれいたよね。まあ、いっか。消えたよね、今、敵ね。まあ、いっか。まあ、消えるんだな。あれは、人じゃなかったってことかな、じゃあ、あれは。ということにしときましょうか。ね、よくわかんないですね。うん、スペインのものじゃない、イギリスのだ。おお、フレッチャー、私たちは偉大なる塔へ行く。君も来られることを祈る。フランシス・ドレイク、すごい、ここまで来たのか。だが何をしようとしてた。ちょっと待って、どっから誰だ。見つけたぞ。見つけたじゃないよ、もう。お前さっき聞いたっすか。お前消えたやつどこ行ったんだろう。それが気になってしょうがないよ。あれ、なんかここじゃない気がする。ここじゃないね、間違えてた。ここさっき来た道だね。これがあって、あ、さっき、あ、こっからか。消えたやつじゃないね。開けてくれたんだね、多分ね。いい人を待ってしまった。あれがフランシス教の塔か。この回長えな。あと1時間4分。
そう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 。何のゲームしてるんですか。アンチャーテッドっていうゲーム。それだけ竹壺に綺麗に入れるかっていうゲーム。もういいか。これアンチャーテッドコレクションっていうゲームで、ワン、ツー、スリーが全部入ってるゲームで、今やってるのはワンです。一番初めですね。死んだ。こっちね、こっちだったのね。別にジャンプしなくてよかったってことだね。あ、くぜえと思った。どう？まあ、映画みたいなゲームです。本当に。フランシス教皇だ。何を見てたんだ一体。何を見てたんでしょうね。ほう、これは見たことのある景色だな。はあ、船は港を出ていなかった。エレナ、おい、女がいたぞ。マジか。見つけたぞ。爆破されたよ。あれ、私はあなたみたいな大物冒険家じゃないけど、そこにいて宝物は見つかるのかしら。どうしてこんなところに入ってるの。お前を助けようとして捕まったんだ。あら、優しいのね。伝統的な砂岩のレンガと漆喰、捕まった。石灰モルタルね。おい、そんなことよくわかるな。私の番組第4回新世界の建造物。うん、この辺を引っ張ればいけるかもしれないわ。何？おい、ちょっと待ってて。何の邪魔すんじゃねえ、ドギー。この扉を今すぐ開けろってんだ。ああ、この声。よー、ネイト、エディラじゃ。そうか、お前か。しびれる地図じゃねえか。え、このフランシス教ってやつ、俺のご先祖様なんだぜ。多分な。バカも休み休み。へ、仲良くしようじゃねえか。こうしようぜ。金の在りかを教えてくれたら、お前を生かしといてやる。なんだそれ。選択肢は今死ぬか、協力して後で死ぬかだ。迷うとこだが、それだったら今死ぬ方を選ぶ。このインチキハンターが。奴らは俺様にお宝の分け前を約束したんだ。なのに仲間が殺されてる。今じゃ見張りなしじゃ自由に外も歩けやしねえ。このままじゃ印がつかねえんだよ。へい、よく考えてみろ。いい提案じゃないか。二人で財宝を見つけて、最後まで生き残った方がお宝をいただく。ついでにあの女もだ。女？ああ、エディ、あの女はいない。今頃は島を出て助けを呼んでる。お前も焼きが回ったな。てめえポーカーフェイスは苦手だろ。そんなもんすぐに見つけ出してやる。あんな小娘に何ができるってんだ。すごいやつだったみたいな感じだった。やっほい。すげえ楽しい。こういうのすげえ楽しい。やつらが来たぞ。
ええー、かっこいい。ぬるっていっちゃうなんだったんだ今。ぬるっていっちゃうなんなんだ。すごい。ぬるっていっちゃうなんだったんだ。大したことないよ。とっととここを出よう。くそ。ダメ。動け。どこかへお出かけか。いやあエディ。てめえまさかマジで俺から逃げられると思ってんのか。ああまさか。ただレディに島を案内してあげようかと。せえ。てめえも奴らの一味だろう。何。そうだ。この俺様を騙して宝を独り占めしようって魂胆だろ。ああもういや、何なのよあの男。エディ、少し落ち着け。てめえもここで運が尽きたんだ。見ろ、逃げ道もねえ。さあ地図を渡せ。捕まってろ。分かったよ、負けた、認めるよ。おい、そこを動くなよ。落ち着けってエディ。言われた通り地図を出してる。捕まってろって言っただろ。
捕まってるわ。早く地図を貸せ。おいおい、動くなって言ったくせに。お前がこっちに来て持ってけよ。大官。行け、早く。あ、はいはい。なんか楽しそうなゲームやってますねっていうので、結構ゲーム何のゲームやってるんですかっていうのが多いので、ちょっとシロップの方行きますか。アンチャーテッドっていうゲームですね。飛んでくな。ヒートみたいな木だな、本当。もういいよ、お前は。お前はもういいよ。今何分やってんの？俺1時間16分やってんの。じゃあここの下り終わったらっていうか、さっきのとこで終わればよかったのか。まあいっか、ここの下り終わってからにするか。マジでヤバいことになってきた。ほんとね、橋の上で日焼けでもすればよかった。バケーションのつもりだ、ね、ちょっと来て、これ見てみてよ。コーヒー飲もうと思った。まあね、ブシャッとなった。これ見て、いい？コーヒーを欲しくない。この港の建物だけど、昔この島に来た船はみんなここで荷物を下ろしたのよ。エルドラドの財宝がこの島に運ばれたなら必ずここを通ったはずよ。ちょっと待って、今のは何だ。何？巻き戻し。どれ？そこだ、止めろ。何？ここ？これだ。島から脱出できる。行くぞ。脱出ってまさか諦めるの？奴らは大勢、こっちは二人だ。ここまでやってこられたじゃない。エレナ、サリーがどうなっちまったか忘れたのか。さあ行こう。ここまで来て諦めるの？サリーというのは千葉静香さんだ。私は残るわ。分かってるのか、シャレになってないんだ。さあ行くぞ、ここはヤバいんだ。それでいいの？エルドラドの財宝もフランシス教もどうでもいいわけ。何言ってんだ、死んだらどうしようもないだろ。死ぬって分かったわ。でも港を通らなきゃ先には行けないんだから。なんかエリナちょっとしゃくれてない。大丈夫だって、二人ならきっとなんとかなるわ。そう、きっとよ。ちょっとしゃくれてるだろ。待て、今回は俺が運転する。了解。ちょっとしゃくれてないよ。すげえ言うけど。よいしょい、運転。分からないわ、なぜこの村が歴史に残されていないの。たくさんのご登場みたいだぜ。ハルオンテ、すげえやりづれー。どうしようもねえよ、あんなは。狙われるよ、そりゃ。援護してくれよ。爆発に決まってんじゃん。もう押しても爆発したで、おい。もう耐えてるわ、もう耐えてるわ。どこか分かんないわ。
普通多分あれジャンプするんだよね、思いっきりね、バーンっていう感じで。ここ、 あとは入り口を見つければいい。バーンっていう感じ、ね、呪われた宝について読んだことがある。だと思ったでも、まさかそんな、ゆっくりトトトトン、まさか呪いなんて信じてんじゃないだろうな。これだけは言えるわ、ここでは良くないことが起きた。村全体が突然消えるわけないもん。まあな、他に説明がつく。急にボーンいったらびっくりした。あのケーブルを伝っていけそうね。はあ、調べてみよう。ここでジェットスキーの見張り場をするわ。あなたは塔に登れるかどうか見てきてよ。塔に登れる。まあ待ってんのか。エレナの武器くれよ、さっきの。あ、こいつ。で次は、こんな感じだよね。よし、めっちゃうまい子みたいじゃない今の。ナイスプレーじゃない。やっぞ、やっべえぜ。おまかせにさんやっぞ。壁にめり込んでたよね、今の人ね。おぉ、なってました。奴がいたぞ。やつは、お前こんなとこにいたんかい。調子ねえじゃん。欲しかったのに。どういう気分でみんな気分で。楽しんでますか。これね、こっちの方やりやすいな。右利きなんだよね。左利きの画面になると困るな。ここ、え？そう。ここは上がる？上がれない？上がれないね。ね、あそこにいるぞ！お前ねえやん、こっち。ここはどうすんだよ。ここか。上げた。おい、なんか走る。隠れな。隠れな。
あとね、慎重派のヘッドスキルですよ。慎重派のね、無理をしない運転を。無理をしない運転をね、する主人公ですから。はい、無理しませんからね。絶対に無理しません。間違えた、なんか絡んでる。緊張派なのに自爆した。しゃくれな、ちょっと頼むよ。ブレなぁ、ちゃんと撃って撃ち殺せ。どこで撃ち殺せってんだ。ここだよ、こっちか。撃ったら出たけどな。ここだよ、開かい。ここ開いてないから、またどっか降りてかな。どっかあるのかな。これ壊せるとこじゃないよ。違う、なんか落ちてる、出たよね。あれ何を落ちてる。あ、これか。なるほど。えい、あいついた。よいしょ。あなたには塔に登ってもらうわ。集荷場後で会いましょう。いやー、シャクレアの武器欲しいな。シャクレアの武器が欲しいよ。あ、全然今笑い一切関係なく普通にシャクレアだって言った。こんな目立つところに。やばい、めっちゃいる。なあ、もうめっちゃおった敵。隠れるとこがない。ちょっとひな、
的な。お前何や、そこにいたら当たるっつうの。やばい、真相真相真相。危ない危ない、心臓あったー。一人ぐらいか。えいー、パン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 。圧勝。これね、言ってきますけどね、なんでこれジャンプしてんのこの人ってふうに思うかもしれないけど、登れるところを探してるんだからね。探してるんだからね。別にあの土地狂ったわけじゃないからね。あ、これ落ちちゃった。これちょっとまた上登るやつ。登れない、ね、落ちた。ヒント、え、こっち、ああそういうことか。ああそういうことか。で、こっちか。ちょっと上がっちゃった。よいしょ。で、こっちか。1時間半、1時間半だった。これ見直す人大変だね。1時間半見ないといけないんだもんね。厳密に言えば2時間いくけどね、このまま行ったら。えー、またこれ戦うとこじゃないの。ほらもう変に隠れるとこ多いなと思ったんだよね。ちょっと死にそうだよ、そんなもんだけ。あいだら、アホなやつ一人いるぞ、お前か。黙ってるのが集中してる時ね。危険のど真ん中だ。消せますからね、今ね。こんなにいんのここ。やべ。おお、一旦逃げた。あと2人なら肉弾戦。もう1人、あ、もう2人いるな。もうちょっと待って、ここやばい、死んだ。ここかな。ここかな。ここかな。頭丸見えです。やべ。
ってるのはエディのあれってことなの。おい、マジ、はいはい、一番いいのはさっきの上のやつのでっかい武器で倒しちゃうといいのかもしれないな。うまいわね。今だからね、待って、一回降りよう。死んじゃう。お前がいたら俺の作戦が、こっから上がって、おお最高。わ、まだ来た。下がらない。何もない。あ、こっちだよ、こっち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 、こんなもんか、こんなもんだな。見つけたぞ。見つかったの？絶対見つかってないよ。見つかったよ。どこにいたお前。お前どこにいた。やつはあそこだ。お前もういつ来た。やったぜ。いつ来たんだ君たちは。どこ上がればいいんだ。なんか上がれる。ああ、そういうことか。はいはい、そういうことね。で、この鎖を登る。で、じゃあ、なんか、ぬるっといくな。いや、なんか。で、よいしょ。変なジャンプになったね。次のか。これはジャンプか。違う、こうか。これをこうして、どういうことだ。こっちか。こうでぐっと回るってことか。そうだね、ぐっと回るんだね。うん。何でトリさんは自分の基地を発表してんだ急に。どう、いたぞ、いたぞ。どうでもこっち見つけ、見つけたわ。へい、いい感じ。で、これで、ファイヤー。入れる前に、弾呼吸。こんなもんか。分かったって、開け
開ければいいんでしょ、開ければいいんでしょ、分かったって、開ければいいんでしょ。下がってろ、ね、おお、なんとか港まで行ってボートがあることを祈ろう。祈りましょう。久々の宝物、宝石のブローチ。あ、フェチいや、たまたまパッと見たらなんでフェチを、自分のフェチを暴露してんのかなと思ってそれびっくりするでしょMB すごい、昔の船の積み荷目録だいや、結構長くやってるよ、今日。結構綺麗だぜ。昨日1時間ぐらいだもんね。おい、見ろ。これだ。エスペランザ号、出港地ペルーのキヨ、金の延べ棒800本、銀1200、エメラルド、金のマスク、装飾品。あら、16世紀のスペイン語が読めるの？ただの墓泥棒じゃないってわけね。あったぞ。金の像。重量20アロバス。200キロ以上か。探していた像はこれだ。これ。そう、これだ。化け物みたいな顔してた。なんか気味が悪い。何も書いてない。うん。あとは真っ白だ。誰かからのプレゼント？何が？ああ、この指輪か。そう、プレゼントだ。え？てっきり女性なら誰でもいいタイプかと思ってたそんなんじゃない。これはフランシス教の指輪だ。代々先祖から伝わってる。シク・パルビス・マグナ、偉業も小さな一歩から、彼のモットーだ。日付を見てみろ。1月29日1596年、彼が亡くなったはずの日の翌日だ。待って、この数字は何なの？座標だ。なんとパナマ沖のね。ああ、それで棺の場所。ああ、その通り。フランシス教はこれを残して正確な墓の位置を知らせたんだ。それに気づくなんてさすがねおだてても無駄だ。冒険は終わり。この島から脱出する。まあ、これはいただいて、エルドラドの旅も終了だ。タバコ吸って暇なかった間違えた、俺のお腹で間違えた、おっしゃった頭おかしい人になっちゃったよ、もう冒険終わりだ、エルドラド終わりだーっつって、なんで乱射してんだよ、この人は。びっくりした、今急に歩いてたよ、びっくりしちゃったようわ、玉ねえよ、もう。なんでないんだよ。玉もう、玉がもう赤くなっちゃってるよ、もう。なんでなくなった。なんで。いやいや、間違えた。ごめんなさい。違うんです。僕まだ前に行きたくなかったんです。あと15分ぐらいか。ほわ、やりされて一発。開けろ。これ持っとくかな、どうしよっかな。あ、閉まっちゃった閉まっちゃったよ、もう。ポケットしてた。
いや、持ってくか。残念ながらボートはないみたい。運も尽きたってわけかしら。いや、あそこにある。入江の反対側だ。行こう。ねえ、こうしな。私、ここであなたを待ってるから、ボートを取ってきてよ。オーケー。何を企んでる？別に、ただ、もう少し景色を撮りたいの。これが。大丈夫よ。わかったよ。絶対ここにいろよ。絶対だ。振りだな。また忘れたこれ。しかも外すんだ。よし、ここはジャンプ。ジャンプでしょ。お、無駄打ちのしたんですよ。めっちゃ敵に打たれてるよ。あー普通にあーって言っちゃった。ちょっと待ってね、タバコしまいます。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ごめんなさい。ちょっとこれはひどいでしょ。ちょっと待って。ジャンプ。で、これを打って、で、こうでジャンプね。せい。じわ。誰だろう。エディのヘリじゃないな。では、エディ編めっちゃ長いな。もうここも戦うとこやん。もう優しく天井置いてくれてるわ。こいつがあるってことは、もうこいつ倒した方が楽だな。あ、できた。あと一発。あ、もうだ、待って。M4 でいいな。これ M4 でいいな。おぉ、めっちゃ死ぬ。もう下打ちしちゃった普通に。ダイヤスがあるんだな。出てきやがる。なんだお前は、ゆっくり来やがって。なんかすげえやつがいいね、一人。すげえやつを待つね、これで。やっべえぜ。当たるかな、これ。当たるな。これで、これで全然敵が見えない。ほう。本当に見つけたい。今更だけど。よし。これは。
左ストレート。こいつを下から。おお、外したあれ、もう一人いた。どこで。このとこに。はい。めっちゃ笑ってるわ。緊張感のジャンプ。どこやってんのこれ。欲しいよ。やっかいだぞー。ああ、これで OK ね。よしよしよし、はい、お疲れ様でした。当時さんどうも。一応録画を残しとくからね、それ見といて。緊張感がない声で。そんなことないよ。ジャンプ。ほら。緊張感めっちゃあるよ。ジャンプ。完全に今パクったよね、今。ボート。さっさと全部船に運べ。ねえ、早くしよう。もたもたしてね。なんでここに。この映像を見てみて。今はそれどころじゃないだろ。くれな。ちょっとねえ、何やってんだ。いいからこの映像を見て早く。なんだよ。甲板の荷物も忘れんなよ。よく見るの。わかる。生きてたのよ。サリーは生きてる。よくわからないけどねえと。この人信用できるの。銃で脅されてもいないみたいだけど。ああ、分かってる。確かに妙だ。だがサリーは詐欺師でも裏切り者じゃない。どっちへ向かった。北ね。北。多分山の方。オーケー、多分修道院だ。行くぞ。もしあいつらとグルだったらどうするの。助けるか、ボコボコにしてやるから。いや、何にしろボコボコにしてやる。何にせよボコボコにしてやる。いやー、綺麗だね。水綺麗だね、これね。すごい。なんか撃たれてる。何、エレナ始まってる。エレナもう始まっちゃってる。黄昏てたのに。奴らだぞ。いやいや、おめえ。当たらない。やったぜ。もう、シャクレナもう勝手におっぱしてるのがびっくりしちゃうな。こういうのなんか雰囲気あるね、やっぱりね。うわ、これフラグ立ってない。これあそこを見てみろ。何、誰かが大量の爆薬を使って壁を吹っ飛ばしたんだろ。ドガーンだ。絶対フラグ立っとるやん、これ。気をつけろ、足元の板も今にも落ちそうだ。あ、よかった。スティールハンガー。エルナ、これ以上無理だ。もう片方の手を貸せ。カメラは捨てるんだ。わかった。あ、カメラ捨てた。
ない。行こう。ほら。しゃくれ。残念、しゃくれ。ポポさんね、お約束でしたよ。はい。こういうところにね、意外となんかね、宝物とか落ちてたりとかするんだよね。ほら。ほら。スペインの灰。宝物コレクター19。なんでこの人はカメラ持ってるの？あれなの？ニュースの人です。あの、突撃インタビューみたいな感じの人です。はい。ニュースキャスターって言えばいいのかな。あ、いた。やばいね。これステレスいけるやつ、これもしかして。やつはあそこだ。いけないやつ。いけないやつでした。宝物ありました。黄金のコチムンディね、アホズラですね。はい、ああ、外した。よせ。よし。やつに逃げられた。行け。どこ？もう一人どこだ？OK。この川を行けば修道院に着くはずだ。おい、なんかこれ2時間で終わんねえ気するぞ。終わり際がわからない。流される。こっちだよね。おお、流されるよ、流されるよ。ガンってガンって。うわ、これ、うわ、武器がしょぼくなってる。エレナのさっきの武器にしといてほしい。なんか6連でこういうゲームあったよね。ガンペン、なんだっけ、6連で何だっけ、これ何でゲームあったっけ。ガンって、いやー当たる。あー、びっくりした、当たらなかった。うわっと当たった。いや、これよー、現実況の人がよくやるな。これよく喋りながらよくやるな。集中できないもんね。出てウェーブレースなって、ウェーブレースだった。なんか6年だったんだよな、これな。なんと言ったら、なんかこういう、ジェットスキー。おいー。なんてこと。ああっ。運転難しいよ、これ。難しいよ。これが好きな理由は。安定上げてくれるかな。鳥さんだよ。間違えた。もうちょっと待っ。すいません。何入った。あ、ここに戻ってた。流される。当たる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 。登れない。
スピードが足りない。ここね、ガッとね、ガッと上がってね。ほら、さっき死んだここだよ。また、ここで当たったんだよ、時ね。おーっと、おっと、これはやばい、これはやばいぞ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おーっと、おっと、これもこれやばいぞ、やばいぞ。当たったー、おい、死んない。おー、おったんかい。チェックポイントみたいなのいける？たっぷりね、いけるんだ。ありがとう、助けてくれた。狙われてる、狙われてる。いいな。やっぱそれ打ちゃよかったのか。それも打つこともやめてた。打てようと思って必死だったわ。それ打ちゃよかった最初から。か。絶対間違いじゃないやつ。いけないやつ。ちょっと待って、どっち？こっちから。ガンペ、ガンペ、ガンガンペ。週刊少年みたいな感じ。おーおお、なんか出てる。やばい。急に出てくるともう避けられないよ、こんなんもう。急に出てきても困るよ、これ。こっち行くよ。上がれんのかよ、こっち。こっちガンガン当たるわ。爆発するでしょ、爆発するでしょ。で、ここで上がってったら、速攻出てくるから、これを避ける。で、逆側へしか行けないから、逆側、オープンね、今。逆側へしか行けないから、ここできる限りまっすぐ行きたい、まっすぐ行きたい、まっすぐ行きたいよ。はいはい、まっすぐまっすぐ。はいはいはい。で、危ねえな、おい。無視していけるのかな、これ。ダメだ。もういい、ここ。もうここいいよ、もう。もういいよ。運転しづらいし、いいよ、もう、ここ。頭の悪い先みたいだな。時間が当たるみたいな。頭の悪い鮭が登ってきますよ。まずね、こいつなんだよ、こいつ、こいつを。もう大丈夫だね。うわーい。あー、落ちちゃった。どこにいんのこっち。こんな針が落ちてるからな。お前は何なんだ。お前は上がりゃいいのね。上がりますよ。おい、上がったぞ。
いや、頭の悪い酒が上がりますよ。行けるか？え？よし、とりあえず修道院へ行って様子を見てみよう。これどこで終わるんだ、これ。これ結構さ、終わるタイミング難しくね、これ。2時間6分いったよ。これラスト枠にするか、これ。ラスト枠にします。もういきなりじゃないか。休む暇もねえよ。はい、止まらなくなった止まらなくなったよ。止まらなくなりましたよ。AK 取っとくか。じゃあ怪しいとこ来ましたね、またね。おりゃ、手で開けるってこと知らないのかな、この人。全部足で開けてんな。待ってね、画面暗いね。ちょっと画面明るくするわ。マックスだった。おい、ゆっくり行け。エディの一味がいるかもしれない。大丈夫よ、あの海賊たちならここまで追ってこないと。なにこれ、信じらんない。カメラがあれば。この罠、その昔誰かが黄金を守るために仕掛けたのかしら。いや、そんな昔じゃないな。槍をよく見てみろ。嘘、これってあれでしょ。俺たちの飛行機のだ。でもなんかおかしくない？仲間が島を歩き回るっていうのにこんな罠を仕掛けたら危険じゃない。おい、これ見ろ。こいつが死んでから何か来たらしい。何か？誰かじゃなくて？待って、もしかして。聞こえるか？今度は何？おかしい。何の音も聞こえない。見られてるな。見られてる。ああ、やっぱり何でもないか。ここで終わったら次はもやもや。とりあえず何か変なもんには出くわしたくないだろう。そうね。何かがいるってことですね。違う！お前はどこへ落ちてるんだ、君は。びっくりしたよびっくりしたよ、君。なんでそっちにジャンプした、今。君、ネイト君。頭下げてろ。レーザーサイトを持ってるぞ。レーザーサイトを持ってるぞ。そんなレーザーサイトをもらっていくぞ。イエーイ、もらったぞ、レーザーサイト。レーザーサイト出ねえんじゃねえか、バカ野郎。死んでもらうぞ。レーナ、そっちじゃないよ。レーナ、そっちじゃないよ。ここにいるぞ。おっと、なんか遠くでバンザイして死んでたように見えた。番犬が門にいるとなると、ローマンとナバロもこの近くにいるな。そうですな。なんだ、この武器は初めて見ると。言うのかしら。あ、中で下げる。わぁ、出たついぐらいじゃん。こっちにしようか。一発で敵倒せるし。弾、弾数は足りないけども。さあね、どんな怪物がこれから出てくるんでしょうか。どうぞ。図書館の警備を固めろ。サリバンのところへ行かせるな。了解。了解。修道院の東側であのおっさんに手伝ってもらってる。なぜあんな奴を連れてきたんだ。信用できないホラ吹きだ。もういることバレてるよね、これね。
こっち向いてるもんね。ほら、もうこっちが向いてるもんね。ああ、そしたらいっぱい、もう7発しかないで、うわぁ !7 発しかないものを。よいしょ、いい。やっほー。見たらかける。これはないわ。多分これデザートだから、よしよし、デザートいろいろの弾を取って、よしよしよし、いい感じ、いい感じ。こいつは、こいつは違うね。もう一個の方は、お、こいつも、よしよしよし。もう中盤来たってことだな、これ武器変わったってことは。ネイト、ここに長くいない方がいいと思う。俺もだ。よし、サリーを見つけてとっととここから出よう。それは出よう。今だ骸骨だと思って遊ぼうと思ったら大丈夫。あ、どこにいる。あ、いたいた。この一発は大事に。外した。お、マジで。うわー、マジか。一発もったいねー。君はもういい。あ、だって取り打っちゃった。いや、生きてんのかい。うねうねってしたよ。悪いね、生きてた。うわ、いっぱいいるー。びっくりしたー。か、うわ、いっぱいいるー。いっぱいいたー。やー、うまく狙ってきますね、あなた。ちょっと待って、あなた何や。もう、あー、なるほど。ちょっとやっぱ全体的にあれしてるな。武器が良くなってきてるぞ。なるほど。ほら、やっぱり強くなってるぞ、武器が。いいと。そんな入ってんの今。今思ったけど、皆さん寝なくて大丈夫。間違えた。もう銃撃戦が聞こえるんだよな、どっか。全然気にしないけども。よいしょ。え、こうで、よいしょ。これか。届くの？届いたよ。これで、はい、また決定では開けたいと思います。どこだ？どこ行けんだ？どこ？あ、こっちじゃないな。十字架。あ、なんかかっこいい色合い。
んかこれ爆発させるっぽいな。エレナクリスタ、あ、修道院の中だ、多分この音なのかな。で、これね、聞かせません。それは抑える。あなたはもう支えて。あ、はいはい、聞かせませんじゃったらこういう状況になって大丈夫？目の前に死にられたりとかしないで。匂いできた。オーケー、話せ。そっとな。あー、そっとって言っただろ。そこって大変ね。もうすごいとこかとっやってるやんかいつ。やつが見える。なんとか早めに倒せた。とこっちもいいの。もしかしてこれは、よっしゃい。スナイプ楽しい。ザグ仕方ねえな。スナイプ楽しい。スナイプ楽しい。やっと借りだぜ。これだけ欲しい。この弾くれ。この弾欲しい。じゃあとどこ。スナイプ楽しい。スナイパーってね、すげえ楽しい。さあ、どこ行ったらいいんだ。デザート、めっちゃ大丈夫。お前かい。ランボーみたいランボーみたいな進み方してた今。ランボーなのか、あのシワちゃんなのか。金のコチムンディアホザーですね。コチムンディ用の場所かな。登れない場所だね。なんか爆発してるよ、すごい。ちょっとレーナー処理してる。そっち誰誰？君誰？エレナでもなかった。図書館に違いないわ。ほらあれ。だが正面玄関から入るのは危険だ。他の入り口があるか調べてみよう。調べてみよう。他の入り口があるか調べてみよう。正面突破できないこれまた上がサスケ系か。これまた、いや入るのかい。フィリピンのバーで働いてた子なんだ。いい子でね。みんなあの笑顔にメロメロだった。恋仲になっちゃったら誰だってあのとろけるようなキスにやられちゃうわけ。小さい子で150センチもないんだぞ。みんなが彼女をプチッパチッとか呼んじゃった。うるせんだよ。さ、何万回同じ話すりゃ気が済むんだ。ああ、そうだった悪いな。年食うと話したか忘れちまう。だいたい時間かかりすぎじゃねえのか。よく見てくれ、本がほとんど腐りかけてる。それにスペイン語だ。とっとと読めよ、ボスがお待ちかねだ。おい、あそこ。まあ、くそ。あそこだ。いや、めっちゃ多いやないか、人。これくるっと回ってた方が早そう。俺逃がすな。くるっと回ってきた。なんかすごい敵倒せる。倒せる。いや、エレナかい。下げろエレナかい。
こいつはやばい。やべ、弾がない。ここの弾はどっかにあったんで、ここはどっかに。 M4 か。もう邪魔。というか、これで攻撃するか。こんにちは、お元気ですか。弾ありがとう。あ、ダメだ、取れない。やっと助けに来てくれたか。いや、待ったよ。死んだにしちゃ元気そうだな、見たとこ。やっぱお持ち帰りか。何それ。おい、彼女がいなきゃ助けに来られなかったんだぜ。助けに来たんだっけ。何言っちゃってんだよ。はっきり言ってこんなの怪しすぎるだろう。そう、宝の情報を流すわ。なぜか奇跡的に生き返ってるわ。まさか疑ってんのか。ローマンとは取引をして時間を稼いでたんだ。確かに計算違いで、まあ後をつけられちゃったけどな。サリー、あんたがそんなにベラベラまくし立てなければもう今頃は宝を手に入れてたんだぞ。だったら俺の脈ぐらい確かめてくれるかな、見捨てて逃げる前に。過ぎちゃったことは仕方がない。とにかくあんたなんでまだ息してんのね。ちょいとぶったまげるぞ。嘘だろ。フランシス教が守ってくれたのか。こんなのまるで映画みたいだな。痛かったのには変わりないけどね。とにかく生きてるのはすぐにバレちまって、俺がいなきゃお宝を永遠に見つからんと説得した。適当に口八丁手八丁でお前を待ってたわけだ。今ローマンはどこなの。まあ修道院のあっち側でお宝の山でも探してるんじゃない。俺のデマに惑わされて。見ろ、フランシス教は完璧だ。それはスペイン人が秘密の蔵に使ってたマークなんだ。お宝のありか。なんとこの修道院だ。このマークがお宝のありか。必要な情報はここにある。お宝への全てのヒントが詰まってる。ゲットできちゃうぞ。あなたたち、また仲良しこよしで私を置き去りにしたりしないわよね。やめた方がいいぞサリー、強烈なパンチが飛んでくる。覚えたか。ん、ノリ軽いな。この映画見やすいわ、こんだけノリ軽いと。この部屋にはいろいろと裏が。絶対だ。ふん、象に何か関連があるな。ああ、これ謎解きか。これ上がれんの。どういうことだ。よしと。いや、これは違うな。ちょっと待ってよ。これだって北は、ああ北これか。で、ちょっと待ってよ。北はこれで。なんだあの北のさ、あの天使みたいなやつ、あんななんかふぬけた顔してんだろ。すごい。フランシス教って、下手だったのかな。これどういう意味だ。これちょっと回すんでしょ、多分。そういうことなんだよな、多分な。これさ、向きわかんなくね、これ。北がこれでしょ。ふぬけた顔してババンバンでしょ。これさ、向き全然わかんないんだけど。
や、わかんない。もう一度日記を調べてみて。今調べてんだよ。SO。O は、あれ、馬なんだよね。これどういう意味なんだ。ちょっとまだ分かってないぞ俺。もう適当にちょっと。違うな。うん、意味が分かってないぞまだ。このコンドルみたい。俺急ぐんだね、エイト。もたもたしてると何かおかしいと気づかれる。よく分かってないんだよ、今。謎解きがよく分かってないんだよ。これ、向き書いてないもんね、別にね。だから、例えば、北に群れ、北見てるわけでしょ、こいつは。これで北見ました。北見ました。ラジウシはそっちでしょ。北見ました。これ。おうでしょ。みんな北見ろってこと？これ。そんなんでいいの？みんな北見てくださーいっていう。見てるよね。これでみんな北見てるよね。どういうこと？ちょっとまだ分かってないぞこれ。なんか書いてないのかな？ヒントが足りない。ヒントが足りない。穴開いてるせいだ。どういうことだ。ちょっと待って、今度は S になってんな。 S じゃねえ、 O だよねこれね。 O だよね。 O でしょ。今度は O でしょ。で、今度の王にいるでしょ？いないわ。ってことは、ってことは、今度を王に見、王側にして、王側を見て、王は見ました。で、で、S が、なんかペガサスみたいなやつでしょ？ペガサスなんていねえよ。あ、あれか。ペガサスが、S を見なきゃいけない。S を見なきゃいけない。でしょ。で、ライオンさんが W を見なきゃいけない。よし。W を見切るとしたらどこを見ればいいんだ。存在しません。違うね。これ違うね。W って南だよね。ライオンさんが W を見る。あれ？ W って S じゃない？え？
いや、違うね。どういうことだ？本当に分かってないぞ。ヒントが欲しいな。これ向き、これ何？これ動かせないもんね。ちょっとなぁ、分からんなぁ。北がこっちでしょ？北これ W じゃなくて E ってことか、これ。違うな。字がわからん。S。とりあえず、これの南にあるやつは、ペガサスさんを南。これは多分あってと思うんだよな。南であってんだよな。でライオンが E 見てないといけないんだよな、多分。E 見せよくなっかい。E を見せます。で、E じゃねえような気すんな、これ。大体ね、位置がおかしいんだよな、これな。このあの位置がおかしいんだよな。ヒント欲しい。これちょっと難しくない？本当に。ちょっとどこ見てんの？東西南北があって、いやこれ本当に分かんない。設定、ライオンを、ライオンを、ライオンをこっちとかだよね。ライオンこっち。おお、開いた。ピンポン。イエーイ。クリアー。イエーイ。真っ暗だぜ。なんだよ、またも図書館か。で、どうすんの？真っ暗だぜ。明るくしてほしいぜ。間違えた。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと、うわあ、なるほど、こっちどっちかっていうやつか。これは見た覚えがある。これは何かありそうだな。懐中電灯くれ。明かりを貸せ。よし、ここで待ってろ。俺が見てくる。
ちょっと待ってよ、一人で行くなんて危険だわ。そうだ、ローマの手下がうようよいる。だから一人で行った方が気づかれにくい。大丈夫だ、心配すんな。奴らはこの部屋を知らないし、ここにいれば安全だ。わかった、これを持ってけ。13番なら敵が使ってないから、状況を伝えろ。 OK、 了解。扉を閉めとけよ。ネイト、気をつけて。大丈夫だ、気をつけるって。いてっ、だよこの柱。くそ、ユニークだね。ユニークだね。よっしゃ、黄泉の国か、行ってみよう。黄泉の国へ行ってみよう、やってみよう。めっちゃこれ墓。これさすがに飛べないよね、こっちか。こっちだね。うわぁ、サスケですね。うわ、いきなり。なんかよ、どんどん攻めようぜ。おお、いい、どんどん攻めようぜ。よし、倒した。じゃあまあとりあえずこの枠で終わろうかな。とりあえずね。まあ48分でしょ。うん。この枠で終わりましょう。これ、わからん。あ、これか。多分ね、明日もやることはあんまないから、多分明日の昼間とかにやってそう、ゲーム。まあ気分転換で違うゲームやるのもありかなっていうふうに思う。まあ、俺が起きれたらだけどね、昼間はね、夕方かもしれないしね、夜かもしれないしね。なんでこんな遠くにいるの？すげえ遠くにいるよ。来たー。ナイスコントロール。よしよし、殺せ、奴らを通すな。うわぁ、クリスト、ナイスコントロール。暴れ、なんでいつもこんな目に遭っちゃうのかな。目を離すな。撃て、これでも食らえ。ナイスコントロール。もうコントロール良すぎだろみんな。縮小。で、うひょーって死んだな。必死なゲームやんない。うん。やっても自分で吸い出した
エミュレーターとかかな、でも。データにしちゃってるから。そういうのは嫌かもしれない。エミュレーターぐらいじゃない。まあ、このゲーム配信に関してはね、もう本当に暇だったらやるって感じなんでね。待てよ、日記にあった金だ。マジで？撃っちゃったけど。二つの鐘が完璧なハーモニーで鳴り響く。完璧なハーモ、完璧？どこへ続いてるかわかるぞ。だがどうすれば開けられる？完璧なハーモニー。完璧なハーモニー。ってことは一緒のタイミングで鳴らすっていうやつですよね。これはね、よくあるね。なんかこれ上上がりそうだなぁ。なんか鍵みたいになるし。で、どうやって上がるかな。どうやって上がる。完璧なハーモニーでしょ。置いてきたところ、置いてこなきゃよかったんじゃない？これもしかして。二人とも。謎解きだね、これもね。なんか怪しいやつあるよ。これどうやって上がるよ、これ。ん？もしかして？上がれないよね。なんかどっか上がれそうな気がする。これ怪しいよね、この木のやつとかね。で、ここから渡ってるよね。ここから多分曲がってきてんだよな。ってことは、この先ないもんな。無理だよね。無理だよね。ああ、何か間違えてるな。ってな、待てよ。何か間違えてんだよ。多分この上行けるやり方があるような気がするんだけど、多分ここじゃないな、まだ。多分なんかあの鍵とかなんかありそうな気がする。多分。分かってんだよ。ヒント、金を撃つのか。え、撃つの。外した。これでいいんか。これでいいんか。すっげえ考えてみなかったよ、もう。これでよかったんだ。悲しいや。なんか、おびっくりした。手がかりは全部ここにある。手に入っちゃうぞ、坊主。一体どうやってあの像をここから運び出すつもりだよ。なんか、やつはそこだ。おお、これで終わりだ。またかよ。どこにでもいるんだな。俺もいるんだよ。
通すな。やつはあそこだ。やつはあそこだ。簡単でいくよ。もう時間ないから簡単でいくよ。2時間あと2時間55分になったら終わろう。それぐらいの感覚でいいよ。じゃないと超える。あれ道どこだ。こっちでいいのか。ああ上来るわ。ていうかさっきの向きのやつ、いまだに答えよく分かってないんだけど。何余裕ぶっこいてんだよローマ。俺の部下がどんどん殺されてるんだ。そんなに多くの仲間がたった一人にやられるとは信じられんな。ねえと一人の仕業なわけねえだろ。いいか、この島は呪われてんだ。もういい。使えん部下と共に島を去れ。この野郎、俺を切るつもりならその前に分け前を払え。分け前というものは仕事をきちんとできたら受け取れるものだ。お前の仕事はドレイクを捕獲し邪魔者を排除することだ。ふざけんじゃねえローマン。いい加減にしやがれ。お客様がお帰りだ。覚えたらクソ。すげえとこに当たったな。いつか痛い目に遭うからな。あばよ。なぜ君はあんな迷信めいたバカを雇ったんだ。あなたが安い護衛をと。安く雇ったのなら致し方ないか。ナバロ君、君はどうなんだ。高い報酬の価値はあるのか。黄金はここです。間違いありません。サリバンが信用できる男なら。信じたのか。嘘をつけば容赦はしないと。宝が見つかれば用はないことは誰にでもわかる。本当のことを話すと思ったのか。まったく君というやつはビジネスとは常に先を読み動くものなのだよ。もう少し時間をください。本当に君が言うほどこの宝には骨を折る価値があるんだろうね。間違いありません。エルドラドは想像を絶する価値があります。だといいのね。ということで、これここで割っといた方がいいよ。いいかな。多分この続きの方がいいよね。時間もしやるとしたらね。ということで、じゃあここで終わります。はい、ということで、なんかここで割っといた方がキレが良さそうなんで終わります。はい、2時間50分ぐらいか、見ていただいてありがとうございました。次回の続きはこの続きで、いきたいと思います。はい。もうあっさりいきますよ。このプレステ4のね、いいところってね、このまんま終わるじゃん。このまんま終わるじゃん。で、これ始めたら、そのまま続きからいけるんですよ。なんで、ちょっとこの続きから次回は、やっていきたいなっていうふうに思います。はい、それでは、皆さん今日もありがとうございました。また、明日ぐらいにまた、できたらやりたいなと思ってます。この前のやつ見たい場合は、その前の方にも録画残っておりますので、はい、もしよかったらそのね、前の方も見てみてください。それでは皆様、おたまになさい。はい、ありがとうございました。おやすみ。おやすみって普通に言っちゃった。